かりみちえさわです。今回はこちら、おしり探偵の菓子パンが1種類発売されていたので買ってきました。はい、まず1種類目はおしり探偵パン桃ジャム入り。はい、シールは全部で8種類あるそうです。そして同じシリーズなのかな、のシールが入っているパンがもう1種類、こちらはマルチーズ所長のチーズパン、ホイップクリーム入りになっています。こちらのシールも先ほどのシリーズと同じもののうちの1枚が入ってるんですね。はい、こちらの桃ジャム入りのおしり探偵パンは、おしり探偵のお顔のところからちょこっとだけパンが見えてますね。これがちょうど中もお尻っぽい形になっているのかどうなのか、はい、ワクワク楽しみに開けていきたいと思います。こちらは1個あたり210キロカロリー、だいたいご飯1杯分くらいですね。はい、桃ジャムがしっかり入っていることがわかります。シールがここに見えてますね。金色の袋に入ってます。マルチーズ所長のチーズパンはマルチーズ所長が好きなまん丸の形。はい、こちらもカロリー書いてますね。211キロカロリーとなっています。チーズ風味フラワーペースト、ホイップクリームが入ってますね。さあ、では味もさることながらシール今回4つ買ったので4種類ゲットできるかどうか、まずは開けていきたいと思います。はい、では1個目、まずはシールだけ見ていきます。こんな感じなんですね。チョキチョキチョキと切ってあげます。シールを切らないように注意しましょう。では1個目いきます。せーの、じゃじゃん。お、おしり探偵ブラウンとマルチーズ所長がいます。ちょうどこちらのパッケージについてたシールですね。裏側は、お、おしり探偵クイズが書いてあります。絵の中にあるおしりマークを探そうだそうです。はい、おしりマーク、あ、下に答えがあった。見ないで見ないで。はい、みんな見つけられるかな。じゃあ10秒で見つけてみてね。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、おしまーい。見つけられたかな。正解はここ、リンゴに隠れてというか、リンゴの木に隠れてちゃっかり桃がなっているような感じでお尻マークが隠れていました。はい、あんな風にクイズがついてると嬉しいですね。では2個目見ていきましょう。違うの出てきてくれるかな。はい、シール、続いてはじゃじゃん。あ、同じシールだった。なんとなんと、そしてクイズも同じですね。これは残念。また買ってきたくなってしまうではありませんか。はい、続いていきます。おしり探偵のお菓子にもこんな風にシールついてたらいいんですけど、ないんですよね。はい、続いてはどんなシールかな。お、違うのが来ました。足跡を見ています、おしり探偵。裏を見てみると、下に答えがあったの、うまく今回は隠せました。2つの絵を見比べて違うところを1つ見つけよう。1つってなかなか難しいですよね。では今回も10秒かけて探してください。では用意スタート。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、ゼロ、おしまーい。さあ、見つけられたかな？答えは、ここ。足跡が一つ、右側の方が
たくさんありました。はい、クイズ付き嬉しい。最後の一つ、別なの出てきてくれるかな。はい、最後の一つは何かな。せーの、じゃじゃん。あ、同じシール、これは悔しい。はい、クイズも同じですね。ということで、まさかまさかの3枚かぶり。はい、2種類しか揃いませんでした。まあでも後ろに面白いクイズがついてることも分かったので、ぜひぜひみんなも気になったらチェックしてみてください。はい、では気になるパンの中身を見ていきましょう。おしり探偵の桃ジャム家から見ていきます。じゃあパンを取り出してみますね。じゃじゃん。あ、こんな感じなんだ。なるほど。この、おしり探偵の顔のところにうっすら肌色がついてるんですね。なので、こんな感じに見えていましたが、パン自体は白い色のパンでした。ハイジの白パンとかそういう系のふわふわのパンですね。はい。では割ってみましょう。どんな感じかな。あ、透明の蜜みたいな感じで入っています。二つに綺麗に割れるので、あ、こんな感じのジャムですね。はい。二人で分けっこもできるのはいいかも。お尻の形ではなく、まあ、お尻っちゃお尻なのかな。はい。お尻探偵の形じゃなく、しんちゃんのお尻みたいな感じのパンが出てきましたね。味はどうかな？ちょっとだけ食べてみよう。いただきまーす。桃の味は、甘いっていうよりどっちかっていうと甘酸っぱい感じでさっぱりしてますね。うん。もうちょっとたくさんジャムが入ってくれててもよかったかもっていうぐらいすっきりさっぱりした味になっています。はい、では続いてこちら、マルチーズ所長のチーズパン食べてみましょう。こちらも先ほどの桃ジャム入りのパンと同じような生地ですね。しっとりもっちりしています。ここからクリームを入れたんですね。さあ、クリームどれぐらいたっぷり入っているかな？さあ、どうだ？こんな感じ。あ、こちらの方が食べ応えがありそう。そこまでパンパンにクリームが詰まってるわけではないんですが、まあ、さっきの桃ジャムよりしっかりめに入っている分、重さを感じますね。はい、チーズクリーム好きなので、私はこっちの方が好みかも。いただきまーす。今、ホイップクリームないとこ食べちゃったんですけれども、それでも十分チーズケーキっぽい感じの味がして美味しいです。私はこちらの方が好きかも。私のおすすめはマルチーズ所長のチーズパンです。ぜひぜひ試してみてください。はい、というわけで今回はおしり探偵パン、桃ジャム入りとマルチーズ所長のチーズパン。こちらの新商品を紹介しました。おしり探偵シリーズ、いろんなもの見つけ次第、たくさん紹介していきますので、ぜひぜひ楽しみにしていてください。以上、ドリームチェイサーでした。チャンネル登録よろしくお願いします。また見てね。